牢獄において真夜中頃パウロとシラスとは神に祈り賛美を歌い続けたが、囚人たちは耳を澄まして聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって獄の土台が揺れ動き、戸は全部たちまち開いて、みんなのものの鎖が解けてしまった。全ての扉が開かれ、新しい道が開かれると、誰が想像しただろう。不況の私たちは主を賛美しよう。主は生きておられる。主は今聞いて力を表される。主を褒めたたえよう。どんな時も私は主賛美しよう。たとえ行く先は暗くて、目の前の道が見えなくても、私たちは感謝と賛美を は主を賛美しよう。賛美の中に主は生きておられる。主は今聞いて力を表される。主を褒めたたよ。主を褒めたたえよ。私たちは主を賛美しよう。